まあ、今回の前川前事務次官の会見については、まあ、自民党側とすると新たな事実はないし、まあ、今までのことをおっしゃってるだけですねっていうような対応ですね。これをこのまま見ていくとですね、結局6月18日を前にしてですね、はい、国会を閉じて、であるだけその新聞各紙もですね、閉会中の審議をしろと、うん、あるいは臨時国会召集しろというような論を張ってたわけですけども、見事にこの自民党のですね、加計森友各紙がうまくいっちゃってるんじゃないかなって感じがするんですよね、うん、象徴的なのは昨日の安倍さんの動静を見るとですね、終日富ヶ谷の指定で過ごすと、はい、2行しかないですね、はい、都議選である日曜日は昨日だけじゃないですか、うん、で東京のご自宅にいるわけですよね。で周りはおそらく都議候補が走り回ってるはずですよね、うん、それで出てこないと、うん、出ていけばですね、あれどうなってんだって話になりますし、うん、野党は何の説明もなくただ応援だけするのかといいことになるわけですから、逆に言えば都連の下村さんにしてみれば来てくれなかった方がいいか、でそうじゃないと自分自身のことまで火の粉をかぶることになりますから、うん、これ見ていくと本当にですね、やっぱり有権者ってしっかりこう見ていかないとですね、本当に大きな問題っていうのは何と話にですね、こうフェードアウトしていくといいのかなっていう疑問をやっぱり持つんですよね。安倍総理ご自身はみんなが頑張ってんだから、こういう時こそ自分は頑張るって言ったら、その周りがまあ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 っていう、今日あたりはご自宅で蒸し暑いしっていうことでご静養くださいだったのかもしれません。それはまあ安倍総理もよくその風邪をお分かりになってるのかもしれませんが、それにしてもこれ本当不思議ですよね。だって前回の都議選の時ってのはもう駆け回ってた安倍総理、あの時はもう安倍一強がもうますます強くなってった頃ですよね。でこの先なんですけども、もちろん野党は統一して臨時国会を、このままいっちゃいますと、皆さん夏を越えて秋の臨時国会ってのがあります。ここまでの間ってのは2ヶ月ぐらいあるわけですね。ありますからね。でやっぱりその賭けの問題にしても森友の問題にしてもですね、まあ森友に関しては検察庁が入ってますけども、うん、誰もですね、世論調査の読売新聞でさえですね、うん、はい、自民党不支持の方たちの90% が賭け問題は解決してない、うん、はい、支持という人たちでも7割近くがですね、解決してないだろうという声があるわけですよね。でにもかかわらず安倍さんは週末京都と神戸で、うん、正論の講演会に出てるわけですよね、はい、でその中でやけくそになったのかどうか分かりませんけども、自由学部はこれからバンバン使うんだとねえ、あれ聞いてですね、昔かつてね、どっかの企業の社長がですね、とんでもないバカ息子をですね、コネ入社で入れようとして、社員がブータラブータラ言ったわけですよ。名前も聞いたことのないような大学と、まあ、すったら失礼ですけども、そんなバカボン入れてどうすんだよって言ったらですね、いきなりその大学から3人ぐらい採用したんですよね。はい、あそこは優秀だようちの息子だけじゃないんだよ、あの手口と似てるなこれはねえ、いやいやって自分のあそこばっかりひいきしてって言われたから、うん、じゃあひいきするのやめますって言うのかと思ったら、うん、周りガバガバ入れるから別にひいきしたわけなくなるだろうっていう、うん、この論法じゃないかなって気がしたんですけど ねまあ実際獣医さんたちにとってはそのいろんな分野で獣医さん活躍されていて、はい、で獣医さん不足って言われてるのはいわゆるペットショップと言われてるところで、ペットの全体数特に犬猫はこう減りつつあると言われながらも、たまたまちょっとうちの猫の調子があんまり良くないんで、獣医さんのとこ行ったんですけども、獣医さんも獣医師取って資格取ったんだけども、まあ、代々例えばお父さんお母さんがやってる獣医さんのところに入るのはまだいいんだけども、こう勤務医として勤めてると結構きついんですよ体はって話もあって、そういうところを緩和できる可能性もあるんだけど、この獣医師さんのこうなんていうんですかね、ニーズっていうのはちょっとなかなか掴みきれてないところもあるみたいですね。そのいわゆる経済動物に対するですね、獣医さんが不足してるんだと、でなり手がいないんだ、みんなお都会のですね、犬猫のペットの方に流れてるんだっていう、はい、それを今の政府がですね、非常に一つの公弁にしてるわけですね、うん、それはね、私は根本的にですね、医師教育も獣医師教育もですね、何のためにどういうお医者さんなのかという基本をね、
教えずにただ数を増やすとかからお前こっちへ行きなさいとかっていうもんでは済まないと思うんです。なんとか大げさに言えばそのモチベーションだろうと。で、私あの昔民放のですね、はい、ずっとあのいろんな審査するじゃないですか、はい、あの民間放送連盟賞だ、はいはい、でいろんな地域のいろんなローカル局が作るあのいろんな番組の中でこれは本審査に出してもいいなっていうのは、まあ、一応生意気に審査させていただく審査員になる、はい、その時にあの新潟の放送局が一人 の、 あの女の子が過疎の村で子供の数より牛の数が多いようなところに、はい、その牛の3頭来るんですね、うん、と最後は売られていくわけですから、うん、その牛のために卒業証書を作ってやって、うん、でみんなで送り出す、うん、で、まあ、この映像が良くてね、うん、牛のお腹で子供3人がその牛を枕にして寝てるんですよ、うん、可愛らしい映像が、うん、でその子をずっとその新潟の放送局は追っかけるんですよね、うん、で最後獣医さんになるんですよ、はあ、その牛が病気になった時に駆けつけてきてくれたつゆしって牛なんですけど、つゆしを助けてくれたっていうのを小学校2年生の女の子が見てて、うん、私は必ず将来その牛のお医者さんになるんだ、うん、その番組のタイトルが夢は牛のお医者さんっていうタイトルなんですよ。ほんで岩手大学の農学部に入って本当に獣医になって、でそのつゆしを貸してくれた農家のあるところの、うん、その畜産試験場の獣医師なんです。で恩返しをしていくと、だから20何年30年近く撮ってる番組でしてね、これは本当に地方局しかできないあの番組だなと思って、最終審査残んなかったんですけど、私もあっちこっちでこれは素晴らしいあのドキュメンタリーだっつって、あの押しかけの勝手の応援団だっつってあっちこっちで宣伝させていただいてます。そういうのを見ていくとですね、基本はどこに数が足りるとかそういう問題じゃなくて、何のためのお医者さんになるのかという教育をしっかりしないで、さあ愛媛に作るんだ、京都が良かったんだっていう話で済むもんじゃなくて、誰もそこを議論しないでこういう偏りがあるんだというのは根本的にですね、そういう人間のお医者さんも一緒だと思うんですけど、解決にはつながらないと思うんですね。ですね、あのさっき打ち合わせの時にあの大谷さんあのプロッとおっしゃってた自治医科大学っていうのは、これはあの過疎のところにお医者さんをっていうはっきりした目標はちゃんとこう、はい、ありましたよね。でそういった意味でそういうプランがあって、じゃあ獣医師さんはどういう獣医師を育成するかっていうことになってくれば、また別なんでしょうね。ですから自治医科大みたいに事業料はですね非常に安くしますよと、うん、その代わり、まあ、あの年季暴行じゃありませんけど、卒業したら必ず過疎の地域のお医者さんを1回やってくださいと、でその後 ご自由にしてもいいですよと。でもそれで行って、私1回奈良のお医者さんに会ったんですけど、本当にさっきの露天風呂じゃないですけど、地元の人たちと年がら年中露天風呂に入って、この村はどうするんだ、あのこの過疎の村どうやって生きていくんだって言ったら、結局戻らずにその村で診療所開いてですね、ずっと居ついて、であの村おこしを一生懸命やってるお医者さんに会ったことあるんですけど、そういうふうなもんだと思うんですよね、あの獣医さんにしてみてもですね。でそこで地域の畜産の問題をやっていくとですね、稼げば稼ぐだけ、頭数が増えれば増えるだけ赤字になる北海道の酪農家はどうしていくんだと、これ獣医さんを含めて地元の人たちと膝つき合わせて話すという環境が生まれてくると思うんですね。それをただ単にその都会のペットばっかり相手にするお医者さんが増えるって批判するのは、都会のペットを大事にしてくれてるお医者さんだってやっぱり犬猫飼ってる方にしたら必要なわけですよね。そうですからね。ですからそこでやっぱりどういう志の教育をしていくのかということを抜きにしてですね、みんながブツブツ言うなら山ほど獣医学部作ってやってそう、ちょっとねちょっと大人げない感じですね、感じがしますよね。まあ、その酪農のことまでこう一度こう原点に立ち戻って、そうです、ね、日本の酪農どうするんだっていう、特に北海道ですかね。基本的にあの経済動物で、うん、あの生活している方々のさまざまな問題ですね、鳥インフルエンザ含めてですね、をどうしていくんだというところを原点に帰ってですね、そこから獣医さんの問題もですね、
振り返ってみる必要があると思うんですね。このままなんかね、こうフェードアウトするんじゃなくて、そこで何かしら見出さないことには、ちょっとこう心のわだかまりは抜けないですよね。やっぱり今日の新聞見ててもですね、もうだん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 あの森友も賭けも消えてくると、これはやっぱり、ああ、もう人の噂もだっていうですね、政権のやり方、そろそろみんな気がつこうよという感じがするんですけどね。はい。